1970年のケイト・ミレット・ケイト・ミレットはアメリカ合衆国のフェミニスト作家で芸術家、社会活動家。フェミニズムの第二の波へ大きな影響を与えたミレットは1970年彼女の著書、性の政治学でよく知られている。ミレットはミネソタ州セントポールに生まれ、1956年ミネソタ大学で文学史を取得している。 その大学では彼女はソロリティ、カッパ、アルファシータの一員でもあった。その後、1958年オックスフォード大学のセントヒルダカレッジから英語の学部卒業証明を成績優秀で取得している。彼女はセントヒルダカレッジから第1級の成績優秀で大学院の学位を取得した初めてのアメリカ人女性でもある。 ミレットは1961年日本に移り、早稲田大学で英語の教鞭を取り、彫刻家としてのキャリアを目指した。2年後、ミレットはパートナーで彫刻家の吉村文夫とアメリカ合衆国に戻った。彼女は吉村と1965年に結婚し、1985年に離婚した。彼女は1960年代後半から1970年代にかけて、 フェミニズムの政治活動において活発に活動した。1966年には全米女性会議の理事会の一員になった。性の政治学は1970年ミレットの博士論文となり、同年彼女はコロンビア大学から博士号を授与された。この本は西側社会やその文学の中での不調性への批判で、その矛先は作家の D.H. ローレンス。 ヘンリー・ミラー、そしてノーマン・メーラーの女性への性差別と同性愛に対する差別に向けられ、彼らの視点を同性愛の作家ジャン・ジュネと対比させていた。ミレットは、拡調性の起源を問題視し、精査に基づいた抑圧は、政治的であると同時に、文化的なものであると主張し、伝統的な家族を解体していくことが、真の性の革命への鍵であると提唱した。 1971年、ミレットはニューヨーク州ポキップシーにほど近いところに土地や建物を購入し、修復を開始した。このプロジェクトは、その後女性のアーティストや作家たちのアートコロニー、ツリーファームになっていった。このプロジェクトは、ミレットのシルクスクリーンや、そこに居住するアーティストの手作りのクリスマスツリーなどで運営された。2012年には、 農場は 5013C3 型非営利団体になり、その名をミレットアートセンターに改称した。ミレットはこの組織の総責任者で、組織はアーティストのコロニーとして活動を続け、あらゆる創造的な活動によって女性たちに居場所を提供し続けている。1971年のミレットの映画、三つの人生は1 6ト、mm、ルの記録映画で、 すべて女性のスタッフにより制作された。それに女監督のスーザン・クレックナー、カメラ担当のレノア・ボード、そして編集のロビン・ミードが女性解放映画の名のもとに結集している。7 0ト、mm、ルの映画は3人の女性、マロリー・ミレット・ジョーンズ、科学者、リリアン・シュレーブ、そしてアーティストのロビン・ミードに焦点を当て、彼女たちの人生を解雇させている。彼女の本、フライングは 彼女の吉村文夫との結婚について、他の女性との恋愛事件について語っている。シータは、ミレットと10歳年長だった女性の大学職員との絶望的な恋愛事件についての政策である。1979年に、ミレットはイランに飛んだ。そこでの女性の権利について書くためだったのだが、すぐに国外退去させられ、そのことについて、ゴーイングツーイランに執筆している。 ザルーニー・ピントリップでは、彼女は、双極性障害と診断されて、精神療養施設に入院させられた経験について、語っている。彼女は結局リチウム使用による治療をやめる決断を、した。彼女は、セントポール病院で、精神鑑定を受け、正常と判定され、大胆にも、彼女の弁護士ともども、ミネソタ州の州法の修正を迫った。ミレットは、 オンザイ・シューズ氏への寄稿者でもあり、1988年の10月号では、マール・ホフマンによる、この雑誌のためのロングインタビューにも応じている。ミレットは、反精神分析運動の活動家でもある。彼女は、2005年、障害者の人権についての会議のやりとりの流れの中で、マインドフリーダム・インターナショナルの代表として、アメリカ合衆国における精神的虐待について、 発言している。1990年代の後半から2000年代初頭にかけて彼女は大規模な区画整理の一環としてバワリー通り295番地の彼女の家の立ち退きを迫るニューヨーク市当局との係争に巻き込まれた。ミレットとその他の人々は徹底抗戦をしたが結局破れた。彼らの家は撤去されて別の場所に移された。 2013年3月にはアメリカ合衆国の女性名誉伝道がミレットを2013年の伝道入りのリストの中に加わったと発表した。伝道入りの式典は2013年10月24日ニューヨーク州セネカホールズにある女性の名誉伝道の本部で行われることになっている。2014年第2波フェミニズムに焦点を当てたドキュメンタリー映画 シーズビューティフルウェンシーズアングリーに出演。2017年9月6日、パリにて82歳で死去。ミレットは公然の両性愛者だった。彼女は1970年コロンビア大学で性の解放についてのパネルディスカッションに出席した際に、聴衆の一人であった女性が彼女の主張に、どうしてあなたは自分がレスビアンだとオープンに言えないのあなたは 自分が過去にレスビアンだったと言ってるだけじゃないの。と反論したことに答えて自分がバイセクシュアルだと言っている。タイム氏のレポーターがその会議を録音テープに記録し、1970年12月8日、その記事はその他のものと合わせてレスビアンと同様すべての解放論者を日常的に片付けてしまうような会議主義の考え方を喜ばせるだけというミレットの見解を 添えて活字になった。彼女は、1965年から1985年まで、吉村文夫と結婚生活を営んだ。ザベースメントメディテーションズオン A Human Sacrifice は、1965年、インディアナ州の主婦ガートル・ードバニシェフスキーによって、彼女の家に下宿していた10代の少女、シルビア・ライケンスが拷問され殺害された事件に、 ついてのミレットの半ばドキュメンタリー的な著作で犯罪予防についての論争を引き起こした。ミレットは犯罪のフェミニズム的な解釈を主張した。シルビア・ライケンスの殺害は女性の抑圧の物語である。ガートルードは少女に対しまがまがしくも実直な正義を行使しようとしたかったように思われる。もっと一般的なところでは社会学者のカミール・パーリアが 1992年にミレットの学識というのはとんでもないまがいものだ。ミレットごときがちやほやされることでアメリカのフェミニズムは株価を急落させたと主張している。ありがとうございます。